ロット王はアーサー王物語に登場する人物。一般的にはオークニーのロット王などと表記されることが多い。その他、ロージアン、ノルウェーの王とされることもある。ウーゼルがイグレーヌと結婚した後、イグレーヌと前夫との間の長女モルゴースと結婚した。モルゴースはアーサー王の姉であるから、ロット王はアーサー王に対して義兄にあたる。 モルゴースとの間に、遠卓の騎士として名高いガウェイン教、アグナウェイン教、ガヘリス教、ガレス教を設ける。古い版では、モードレット教の父親になっていることもある。モンマスのジェフリーなど古い版によれば、ロジアンの王であったロットは、アーサー王に忠誠を誓い、アーサー王からノルウェー王に封じられている。ブルフィンチ版もこれと同じで、アーサーが王位を得て間もなく、 11人の王と共に反逆を企てたが、後にはアーサー王と和解し、ノルウェー王に封ぜられている。しかし、マロリー版などによれば、アーサー王の即位に反対し11人の王と共にアーサー王に反乱し、最終的にはペリノア王との戦いに敗れ戦死した。このことが原因で、円卓の騎士の内部で、ロット王の息子たちとペリノア王の息子たちに対立が、 生じている。説によれば、ロットという名前自体が、ロージアンを支配するものを意味し、個人名ではなかったとするものもある。A.B. ブルフィンチ1980、P70。一般的に、モードレッド教は、アーサー王が、姉のモルゴーストの近親相関によって設けたとされる。ブルフィンチ1980、ピアニッシモ、52、56、ブルフィンチ1980、 ピアニッシも59から60。ありがとうございます。